ちは、ななめインターネット放送局と申します。はい、はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、すみません、今、はい、筑波市の方に来ております。長野県、歴史館、はい、今、シンポジウムが終わりました。はい、そこで講演されました、飯島さんに来ていただいております。はい、すみません、自己紹介お願いします。飯島春光です。中学校の社会科教師を42年かな、はい、やってきました。まあ、シンポジウムやなんかで今後、まあ、考えさとか被害者とかいろいろ問題があると思ったんですけども、飯島さんとしては今後どのように進めたらいいと思っているでしょうか。まあ、私の実践はね、中国から来たそのいわゆる残留邦人の孫ひ孫たちと出会ったところからこの事業をやってきたんですけどね、つまりその一般論としての満州移民の事業だけではなくて、まあ、彼らのおじいちゃんおばあちゃんがどういう人生を送ってきたのかっていうことをね、知らなければ事業にならんと、まあ、そういうことになってきたんですけど、まあ、若い先生たちそういうこと知らないしね、だから今はいろんな小学校や中学校に呼ばれて特別授業をやっています。でその願いは子どもと一緒に先生も勉強してね、はい、でその先生も初めてそれを知ったことをまた先の学校行ってやってほしいなと。だからそれぞれの学校に関わるデータを改めて調べ直したりして、でそのパワーポイントを先生に提供したりしてね、まあ、どんどん使ってねということで授業をやってます。はい、先ほど歴史の先生だというふうにお聞きしたんですけども、あまり教科書には載っていないというお話もありましたけども、もうそのこと当時のことを知っている方が本当に少ないんですけどもね、はいはいはい、今急がれていることは何でしょうか。そうですね、やっぱり証言を集めてくるということですよね。そして、まあ、マンモの記念館もありますし、例えば NHK なんかでもアーカイブ見ればいろんなそういうのがありますから、それをとにかく集積して利用して、まあ、授業をやると。情報がありすぎても子どもたちは消化しきれないのでね、それを整理してコンパクトにまとめて、まあ、授業をしていくってことですね。それを今やっています。はい、まあ、それを集めながらまとめるっていう作業はもうすごいことだと思うんですけども、はい、なぜやろうと思ったんですよ。それはやっぱり本を読んだだけじゃダメだっていうね、生の声を聞いていくってことですね。それから生の声は全体の歴史の中でのその位置づけが曖昧な部分、そのご本人たちがね、だから、まあ、像をなんだ、木を見て森を見ずですか、同じように、だからその人々の体験に対して大きな全体の流れを当てはめてやって、こういう中であなた方の体験があるんですよってことも、まあ、知っていただく、それをまたこちらが使わせていただく、そういう作業をやっている。でそれは満州移民の問題だけでなくて、いろんな戦争に関する、まあ、遺跡も長野県にもありますしね、まあ、朝鮮人が連れてこられて働かされたなんていうこともありますしね、そういうことも全て含めてやっぱり聞き取りをしながらやっていくと、そんなことですね。なんか中国残留日本人という、こう言い方をされてたので、はい、ええ、やっぱりそういろんな問題があるんだなっていうのを気がついたんですけども、そうですね。だから残留っていう言い方はおかしいと思うんだよ ね。だって自分の意思で残留したわけじゃないわけだから、本当はね、そういうことですよね。そういうことですよね。ほんで13歳で線引きをして、13歳以上の人は残留婦人等といって自分の意思で残ったんだというのが政府の立場だったんですけど、それはないだろうっていうふうに私は思いますね。それと面白いのはね、中国からの留学生にそんな話をしたらね、はい、中国系日本人ですねって言いましたよ、彼らは。うまいこと言いますね。そういうことなんですよね。だからそういう視点でいけば、その教え子たちでもね、まあ、堂々と生きていってほしいと思いますよね。だから助けてもらった命ね、中国人に助けてもらった命が自分の中にあるんだっていう、そのことをね、堂々ともやっぱり自分の命を大事に、ね、生きていってもらいたいというふうに思いますよね。それでね、今日話の時はもう詳しく言わなかったんだけど、その日中国交回復の後ね、その、まあ、推定2歳で助けられた方とその助けてくれた養父がいるわけでしょ。養父は、ね、その前に亡くなっていて、養父とその方だけだったんだよね。で子供たちに言うんですよ、その本人だったら日本へ行ってね、本当の親に会いたいかと、ね、これ会いたいでしょ本当はね、だって日本人だって知ってるわけだから。じゃああなた方が養父だったらね、自分の実の子同様に育ててきた子にね、日本へ行って養父に会ってこいって言うか、うん、これはね中学生悩みましたね。で答えはもう養父も
ご本人もそのことには一切触れずに生きてきた、うん、2人とも、ね、言えないですよ、言えないです、本当に言えない、これはね。だから養父が亡くなって初めて肉親探しに来たけども、まあ、肉親には会えずに、まあ、今日本にいると。家族元こっちへ来られた方もいらっしゃるんですか、ね、もうみんなそうです、そうなんですよね。でも帰ってきたらね、日本語ができないので、日本語ができないから日本で中国人って言われると、自分は日本人なのにね、純粋日本人なんだから、それが辛いっていうふうにおっしゃってましたね、うん、水島先生独自の学習法で、はい、ええ、ぜひ何か頑張っていただきたいと思います。 ありがとうございます、まあ、ありがとうございます。どうもどうも失礼しました。皆さんこんにちは。こんにちは。ご紹介いただいた飯島晴光です、学校教育でどう継承するかという立場で私が行ってきた授業を踏まえて議論に参加させていただきます。先ほどの寺澤さんと同じで義勇軍に特化した授業ではなくて、満州移民の中の義勇軍という位置づけの授業ですので、あらかじめご承知をしていただきたいと思っております。それでは画像を見ながらお願いします。これは2015年に私が書いた本です。登場するのは教え子の曾祖母、曾祖父母、いわゆる中国残留邦人の方々や義勇軍の隊員、満州各職校舎に勤務された方、それからこの地元ハニシラウの方などです。これを読みある女子大生が、私も中学時代にこういう授業を受けていたらもっと違う人生があった気もしますとメールを送りました。彼女の曾祖母は長野県の満州開拓団出身の中国残留婦人でした。彼女は中学時代、中国人のくせにと言われて、傷つき、高校時代は自分のルーツから心を閉ざしていました。大学生になりこの本を読んで、曾祖母や祖母の歴史を知らない自分でいいのかと自問し、曾祖母の所属した開拓団の歴史や祖母の人生について調べ、論文を書き上げました。一般的には満州移民について、また残留婦人、残留孤児と呼ばれた人々がどれほどの苦難の中で命をつないできたのか、あまり知られていません。具体的には知らない人も多いです。しかし当事者のみならず、その孫をひ孫までもが今さまざまな問題を抱えているという現実があり、満州移民は過去のことではないと私は考えます。県市町村ぐるみで改革団を送り出した、また学校では満蒙開拓青少年義勇軍に志願を呼びかけた、そういう事実を踏まえ、その歴史を皆が学ぶべきであると考えています。継承といえば、まず戦争体験の継承、その中の満州移民青少年義勇軍です。どっかで聞いたような、私が大学入った時にこの歌が流行りましたが、小中学生にあなたのうちで戦争に行った人はいますかと問うと、大部分は知らないと答えます。そこで、私の生まれ育った雨の宮方村の例を紹介します。まさにこの地元ですけど、575世帯の村で522人が出生、そのうち戦死者は110人。さらに青少年義勇軍の写真も見せますと、子どもたちは人事ではないなと考えます。私の父は結核で戦争には行きませんでしたが、地区の同級生20人のうち14人の父親が戦争に動員されています。次に、皆さんにお聞きしたいと思うんですね。皆さんは学生時代に満蒙開拓団についてどのように学んだでしょうか。高校までの間でいわゆる満蒙開拓団ということについて学んだというご記憶のある方はちょっと手を挙げていただきたいんですね。どうでしょう、という実態ですね。義勇軍そのものについてはどうですか。義勇軍学んだという記憶がある方ありませんか。ありがとうございます。私はどうかと申しますとですね、満蒙開拓団は、まあ、単なる歴史の事項の一つで、うちの近所で12人の方々が満州で実は亡くなっています。全く知りませんでした。本当に近くなんですよ、
半径100メートル。義勇軍についてはもちろんこれも知りませんでした。私の父母親は助産師をやっておりまして、近所のおばあさんがよくお茶の湯話に来ていました。こんな会話がありました。戦後50年ほどだ。おさんばさん、私ももうあなた近くなったな。おばさんは誰も残してきてねえから心気なく死んでいけるね。ああ何も心配することないわ。私は一緒にお茶飲んでいて一瞬ぎょっとしたんですね。なんか聞いてはいけないような。しかし、戦争の中での女性の置かれた立場を損なって、まさに損なんですね。しみじみ思ってですね、静かに胸に収めていました。さらに20年後、娘さんから詳しくお聞きして、この本に、先ほどの本に書きました。この方は、逃避行の中で4人の娘のうち下の2人を亡くされました。ご自身も体重26キロにまで痩せて、引き上げ後2年以上の入院生活を送ったそうです。私は大学入試、日本史と世界史を取っていました。教科書丸暗記しました。しかし、地域に生きる人々の歴史を知らず、知識を詰め込んでテストを点を取る、これが私の歴史学者であったと、ひれ伏して我が身を恥じる思いがしました。さて、次へ行きたいと思うんですが、この間、小中学校6校の先生方にアンケートをお願いしたところ、先ほどの皆さんと全く同じで、満州移民、義勇軍ともに学ばなかった、記憶にないが圧倒的でした。数字を示そうと思ったんですけど、数字にならないんです。教えたことがあるという方はほんの数人でした。5人もいない。そのうち2人は元私の同僚でした。こういう実態です。で、教科書ですね。多くの進学校の高校が使っている教科書ですけど、会社の名前はいません。満州移民は出てきません。ソ連が攻め込んだところで、このように乱外ですね、侵攻するソ連軍の前に関東軍はあえなく壊滅し、満蒙開拓軍民はじめ多くの悲惨な災害を遂げた。生き残った人々も引き上げに際して厳しい苦難に遭い、中国残留50億劇化となった。これだけですね。これ本当にこれだけ。中学はどうか。私がずっと教員時代使っていたある会社の教科書です。満州事変のところですね。満州移民は出てきません。戦後のところでちょっと出てきます。皆さんお分かりだと思いますね。左側に残留孤児の写真がありますね。本文こうなってます。敗戦後、植民地や占領地にいた軍人と民間人が日本に控えていました。しかし、復員や引き上げは順調に進まず、シベリア抑留、中国残留、日本人孤児などの問題が発生しました。日本からは多くの朝鮮人や中国人が帰国しました。その一方で、後に日本国籍を失いながらも、帰国先の、混乱などの理由から、日本に留まった朝鮮の人々も数多くいました。これだけですね。で、この残留孤児の肉親探しの写真が出ていますが、教科書っていうのは、大体見開き2ページが1時間の扱いなんですね。あれだけのものを1時間でどのように扱うかということになります。で、今年の中学1年生に配られた教科書はこういうふうに変わりました。これが入りました。初めてです。しかし、これとても満州事変、十条湖事件、今年90年ですけど、そういうのの中でこれだけですから、1時間の中で扱うとすれば何分扱えるか。ということですね。これが実態です。つまり、教科書通りに教えていくと、満州移民は教えないということになってしまったわけです。教わらなかった、学ばなかった、伝えられなかった歴史、教えなかった歴史であったわけです。先行きます。これは、私の初任校、木曽の木曽村、ここの方々 の開拓団の写真です。初任地は三ヶ村の文豪開拓団を送り、500人余りの団員の半数が亡くなっている村で、当時の教育長、教育委員長、村会議員や保護者の多くの方々が引き上げ者でした。宝泉開拓団といいます。私は、未熟であって、村から大勢の方々が満州へ行ってきたにもかかわらず、在職中は授業できませんでした。退職してからここに3年、恩返しの調べ直して恩返しの授業に行っています。
これは木曽村平戦争体験を記録する会が2012年に発行した戦争体験集です。この中で私がお世話になった時代の教育省であった、また私の大家でもあった吉田長久さんが、これ吉田さんのご家族で、私はこのうちに下宿させていただいたんですが、家族で改革団として登板した時のこととして、先ほどの本にこのように書いています。馬車で送ってくれた開拓団の青年が四砂路で接触に近かった時にタタッと降りていって、自分より大きな中国人の方はピタピタッと殴った。6年生の少年にとって植民地政策そのものを見たような複雑な思いをしたと書かれています。吉田さんの句です。引き上げ直前にお父さんが亡くなっています。収骨の素晴らしい父の墓がある。私の心この復讐を痛んでですね、涙が出ました。吉田さんの思いですね。収骨のすべなし、お父さんはどこに今行けられているのか、こういうことです。私は未熟でした。次の学校は、81年に移動しましたが、長野市全校生徒1200人、学年10クラスという超マンモス校でした。ここで私がやったことは、文化祭で学級展というのがありまして、生徒たちが、日本が戦争で何やったのか知りたいというわけですね。で、なんか松代に朝鮮人が連れてこられたことは穴があるらしいぞ。私もその程度だったんですけど、初めて入りました。その時の写真です。文化祭で、発表しました。以後、教えている社会科で教えているクラス、担任するクラス、子どもたちとともにずっと聞き取り調査をしてきました。これは私も担任したクラスでした。まだこの頃、ほとんど近くに入る人はいませんでした。今、皆さん入ったことがある方は、今整備されてますけど、こんな実態でした。天皇御座所です。天皇の部屋です。チェ・スワムさん、ずっと真っ白に住んでおられた方に聞き取りをしました。文化祭で発表しました。実はこのクラスにですね、満州開拓団、羽西南郷の先遣隊で行かれた方の孫がいたんですね。しかしそのこと知らず、満州移民についてはまた扱うこともできませんでした。それから中学というところは、3年生テスト体制ですね。次のテストはここまでにしようと、教科書でテスト範囲決めるわけですよ。そこまで行かないとなんないわけですね。だから教科会の理解があればですけど、10クラスなんていうところでは何人も教えてますから、自分だけが取り立てて授業をやるってことができないわけですね。私はこの真っ白大本営、全国的にも実は初めて授業化したんですけど、それで2時間精一杯でした。毎週開拓団の授業はできませんでした。そして、2000年移動した学校で大勢の中国帰国生徒たちと出会いました。実は私91年に交通事故に遭いまして、首を痛めて5年間の休職をし、復帰したものの深刻な後遺症を抱えたままで47歳で移動しました。そしてそこで大変な事態に遭遇しました。どんなことがあった？ちょっと目がだんだん老眼になってきまして、すみません。原稿読みながら、どうでしたっけ、すみませんね、こんな感じでしたね。大勢の子どもたちが戦後40年も50年も彼女で生きてきた方たちの孫でしたね。全く日本語が話せない状態で来日し、日常会話ができるようになっても学習言語という、これは難しいんですね、教科書の言葉、それに苦しんでいました。そればかりか日本人生徒から心ない言葉を浴びせられていました。どんなこと言われてた？こうですね。おい中国人、日本語もできないくせになんで日本にいるんだ。日本人なめんじゃねえぞ。中国人、中国が帰る。これですね。皆さん、ご自分がそういうこと言われたらどうなさるでしょうか。一人の生徒が10人ぐらいの荒れた生徒に向かって立ち向かってきました。先生たちが必死で止め、校長室に保護しました。彼はこう言いました。中国では日本人と言われ、日本に来たらいいと思ったら今度は中国人と言われる。俺はどうしたらいいんだ。私は現場にいなかったんですが、後日校長からこの話を聞きました。実は二人で泣きながら語り合いました。そんなことは後にも先にも初めての体験でした。この時に深く考えました。自分の体が満足な状態ではなくて、授業を通して彼らを支援できていないという二重の悔しさ、申し訳なくさ、社会科教師として自分がどうあるべきなのか、胸がかきむしられる思いでありました。さて話変わります。
私の所属する長野県歴史教育者教員会というのもあります。これは小中高校大学の教員地域の歴史研究者などが会員の全国団体ですが、95年から研究を進め、2000年にこういう本を出しました。満蒙開拓青少年義勇軍と忍び教育会、長野県教育における義勇軍の実態を明らかにしました。2002年夏、満蒙開拓青少年義勇軍の足取りをたどる旅というのを企画して、中国黒竜江省に調査旅行に行きました。私も何としても教え子たちが生活していたところを見てこなくてやと、首は不安がありましたけども参加しました。先ほどの寺澤さんのお話にもありましたが、最初に宝政県の日本人公墓に慰霊のお参りをしました。それから5日間、人々の証言や中国側の研究をお聞きしてきました。一番左上、宝政の農夫李海龍さんの証言です。日本人に土地を取られ、富岩の炭鉱で強制労働をさせられ、今度は日本人の不作人になった。日本人は憎い、しかし今は中日友好で、未来のためにはそれは大事なことですから、複雑な思いです。軍隊は憎いが、開拓団はそれとは違う、中には優しい人もいた。真ん中のファン・チュンツンさん、安岡村開拓団のあったターパーランで元教員のファンさんが証言してくださいました。13歳の時に日本人に土地を取り上げられ、補作人になった。関東軍によって家を焼かれ、土地の権利書を持って集められ、相場の半分以下で売らされたと証言しました。義勇軍の長江義勇軍開拓団の跡地、鉄で、訓練所の幹部宿舎跡なども、見てきました。ここは市が保存しております。最終日は、ハルビン郊外ピンファンにある七歳地区で、世界的規模の、世界最大規模ですね、細菌戦研究を行ったこの七歳地部隊の記念館を見学しました。これはペスト菌を入れた陶器の、爆弾と申しましょうか、これを空から落とすというわけですね。河北省でこういうことをやっています。巨大なボイラー跡です。王鳳根館長は私たちに次のようにおっしゃいました。皆さんは教師として歴史の事実をありのままに伝える責務があると考えます。この現地の様子、歴史の真実を伝えるとともに、今の私たちの考え方を伝えてほしい。それは平和を大切に、お互い頑張って美しい未来を作りたいということ。テーマは平和と発展。私たちの使命は次の世代へありのまま伝えていくこと。そうすれば平和の世界を守っていく。午後は黒竜江省社会科学院歴史研究所長教授の陳梅林先生と交流しました。先生の言葉です。開拓団の中でも青少年義勇隊は最も大きな犠牲者、豚痕病が流行し五族共和の教育を徹底された。その責任は日本軍国主義者にあった。開拓団と青少年義勇隊は加害者でもあり被害者でもある。戦争責任は日本政府にあると見ている。中国人の土地取り上げは軍用紙としてタダで徴収したところ、法外な安い価格で買収したところもある。ドリューザン事件は中国人をもって中国人を制すという形式に移行、満州拓殖公社を介して買収、密山県では 80% 以上の土地が開拓団に取り上げられた。帰ってきて報告書を出しまして、先生からいただいた中国側の研究を右側ですね、中国の人々から見た満州開拓青少年義勇軍として翻訳出版しました。2010年からは毎年県下各地で満蒙開拓青少年義勇軍シンポジウムを開催し、体験者の証言を通して義勇軍について考え合ってきました。こんな感じで、去年まで11回です。この中で、どんな証言があったか、北信地方の方々の証言をご紹介します。第5次橋爪中隊に志願した金子康夫さんです。隣の組から4名が志願、自分の組には1人もいないという状況で、もしここで君を出せないとなると私は教員としての資格がないと担任に説得され、尊敬する先生が学校を辞めることになっては大変だと志願された。とんどころ中隊の方々、青い記憶、先週でした、青い記憶上映されました。そのモデルになった方々です。須田美筋さん、右から2人目ですね。会談したでも証言がね、今同時放映されてますけど、須田美筋さんの家には校長と担任教師が家庭訪問、担任は日常的に訪問し、
募集締め切り日が迫ると毎晩のようにお土産まで持って勧誘、クラスから4人が志願しています。関田総さん、右から3人目、関田総さんは、校庭で行われた壮行会でこれですね、クラスから、ごめんなさい、村長、学校長をはじめ全校児童村民の前で元気に行きますと挨拶しています。学校には7人の割り当てがありました。教学指導員の池田富士さんは校長教頭教務主任から義勇軍の幹部になってくれないかと言われ、校長だけでなく軍の教育会長は下宿に泊まり込んで説得、実家の親にも説得に行っています。画像はありませんが、最後の渡辺中隊に行かれた方ですね。母親が違う10年以上も年の離れた2人の兄がおりました。戸籍上は3男ということですね。学校への割り当ては5人、担任から満州は新天地だと聞かされ続け、予科練がダメなら義勇軍だと志願したものの、母親は自分のお腹を痛めた最初の子であるこの方の志願に猛反対し、学校に押しかけて担任に訴えたのですが、担任は全く聞く耳は持たなかったということです。ご本人ももうやだくなっちゃった、やだくなっちゃったけど、またここでやだって言えば先生にまたぶん殴られる、それがおっかなくてやだと言えなかったというのをおっしゃってました。柿崎中隊というのがありまして、その方の例ですね。学校に3人の割り当てがあり、担任が義勇軍募集のチラシを非常に配った。2人が担任に強く勧められて志願、この方は次男で2人を指導するためにお前行ってくれと言われ志願しました。両親は強く反対しましたが、本人が志願してしまった以上どうにもならなかった。現地では先輩隊員からの壮絶なリンチにあっています。中にはそれが元で死亡した人や自殺した人もいたと語っておられました。ご本人は体が小さいのでそれに対抗するには一生懸命剣道をやったそうです。それから昨のシンポジウムでは、担任から義勇軍に言い訳と説得され、返事をしないと、校長室に3日間立たされ不動心と書いて決断を迫られた。校長や村長も自宅に説得に来る、親に反対されたが志願を決心し無断で印鑑を押したという証言もありました。それから私の親戚の方なんですが、4つ年上のおじが担任に勧められ、それに対して旧友たちはやめろ、担任を殴ってやろうとまで言っていた。そういう中でたった一人ですが志願されたそうです。つまり五族教和で王道楽道を築くのだと教育されていた少年たちは大きな希望と使命感を持って義勇軍に志願しましたが、中国の人たちからすればそれは土地を奪って居座る侵略者でした。で、彼らは関東軍を補完する少年屯田兵であったと言えると思います。初期の義勇隊開拓団ではほとんどが徴兵年齢に達して招集され、ビルマ、ニューギニア、インドネシア、ルソン、レイ、台湾、トラック諸島などあらゆる戦地に送られています。兵隊で捕らえて残ったのは22人だったそうです。それしか残ってないんです。先ほどとは別の私の親戚衆の方ですが、義勇軍に行ったことも兵隊としてどこでどんなことをやってきたか家族に全く語らず亡くなっています。その方の心の中にはどんな深い闇があったのか、その闇をなかったものにしてはならないと、こんなふうに考えます。先行きます。旧西ドイツ大統領のワイツェツカーは戦後40周年の記念講演で次のように語りました。先ほどの寺澤さんのお話になりましたが、過去に目を閉ざすものは結局のところ現在にも盲目となります。非人間的な行為を心の刻もうとしないものはまたそうした危険に陥りやすいのです。このくだりが非常に有名ですが、こうつなげています。故郷を追われ冷蔵庫に陥った原因は戦いが終わったところにあることはありません。戦いが始まったところ、戦いへと通じる暴力支配が開始されたところにこそ原因があるのです。1945年5月8日ドイツの無条件降伏と33年1月30日ナチ政権の成立を切り離すことは許されないのです。こういうことですね。日本に当てはめると、満州事変以来日本は何をしてきたのか、また戦争に向かう体制がどのように作られていったのかということを知らずして敗戦を語ることは許されないということになります。日本では1925年治安維持法が制定されました。次々と逮捕されています。戦争に反対する人々が次々弾圧されて、国民は戦争に勝てかけたんでありました。1933年一番増えているところですね。長野県はこの年の2月4日24事件が有名です。600名以上の
労働者が検挙されて、そのうち教員だけでも230人、うち29名が起訴されています。その後、熱病のように満州院、義勇軍への志願が呼びかけられていました。これは、美濃は中部小学校ですか、そこに放職中に、その24事件で連打した辰沢千尋さんが、大滝市基礎の大滝小学校を行かれた、その後、戦後4択ですね、満州に憧れ果てし少年に、我が教えたる3人交じり、大滝から送った子どもたちのことを、戦後の思い、どのように生きてこられたかということを想像いたしたいと思います。教師たちは戦後どういうふうに生きてきたでしょうか。さて、2000年ですね、赴任した私の目の前には歴史を受け継ぎ苦悩している生徒たちがおり、日本人生徒の中には中国人に対する差別偏見が根強くありました。ある女生徒は3月の卒業直前に小学校3年で転校してきて以来の誰にも話しておなかったことを私に話してくれました。こんな内容でした。小学校時代、中国人いらない、お前なぜ日本に来たんだと言われ、たくさんいじめられた、上司にひどいことをたくさん言われ、叩かれたりもした、仕方なくトイレに隠れた、調理実習を一緒にやる人がいなくて教室に一人いたり相談室にいたりした、仕返しにその人たちのシャーペンや鉛筆を取って家に持ち帰ったところ、先生は泥棒だと家庭訪問してきた、頑張って社会で100点取ったらみんなにカンニングだと言われた、日本語が不自由なのに100点取れるわけがない、親や先生に言ってないことがたくさんある。このような実態の背景には日清日露戦争などを経て日本人に培われてきた朝鮮人や中国人、アジア別種の意識が子どもたちにも投影されていると思いました。まさに150年間の日本の歴史ですね。2021年の今にも続く問題だと私は思っています。教え子の祖父で残留孤児であった K さんは次のことをようなことをおっしゃいました。中学時代はいいが、いつか必ず中国とつながっているという事実に直面する。だからなぜこういう子どもたちがいるのか、学校できちんと教えてほしい。この K さんの願いにきちんと期待を応えていくことが学校に課せられた重要な使命です。私が県に問い合わせた資料を見ますと、中国帰国者ご本人はもう300人割っていますが、約300人と、それから2世3世までで4000人というふうに言われました。けれどもそこまでしか掴んでいません。つまり学校にはもう4世も5世もいるんですね。ということは私はもう1万人くらいの子たちがいるんじゃないかと。それが県下各地の学校にいるわけですよ。その子たちにどういう教育がなされているのか、このことが私は教師として非常に重要な問題として認識しています。さて、赴任当時、今までの学校にはなかった人のいじめに直面した私は、一般論ではなくて彼らの祖父母の具体的な歴史を知ることなしにはこのいじめを克服できないと考えました。ただ単にいじめはダメだなんて言ってもダメだと思いました。で、人々の壮絶な人生と助けてくれた中国人の存在を知ったら、そんな言葉を吐くことはできない、またそんな人間に育てるわけにはいかないと思いました。で、まず中学1年の地理でアジアの学習で日本との歴史的関係と満州移民を扱いました。歴史では満州事変の授業のあと1時間満州移民を扱い、敗戦の授業のあと1時間満州へ行った人はどうなったか、さらに戦後史のところで日中国交回復とその9年後から始まった残留孤児肉親探しですね、歴史では最低この3時間どこの学校でも扱ってほしいと思います。これは私が扱ってきた授業ですが、2002年の調査旅行後職員会で報告をし、2学年で学年ぐるみの総合的学習を展開しました。生き方を考える日本とアジアの歴史と今という点でありました。こんなことを狙いました。なぜ身近に中国とつながる旧友がいるのか、その旧友や家族はどんな歴史を背負って生きているのか、それは自分自身の歴史とどう結びついているのか、そのことを踏まえて未来に向かってどう生きていくのかということですね。そして最後に学区内の出身で第5次国大信濃村開拓団で家族に加わり15歳で中国人に助けられた星川金子さんのお話をお聞きしました。生徒たちは初めて知った、今までひどいこと言って悪かったと帰ってきました。自分の言動を振り返りました。当事者の美子はつらかった小学校時代を思いながら決意を書いてきました。3年時は地域の戦没調査に取り組みました。遺族会のご協力を得てやりました。学区内の人たちがどこで死んだか、これを見ると戦争の全体像が一目瞭然だというふうに思います。
子供たちに聞くと、日本はどこと戦争したのって言うと、アメリカって出るんですね。中国出ないんですよ。これ見ると、これ中国でいかに戦ったか分かりますね。その人たちがいつ死んだか、こういうグラフです。初めは死んでいなくて、後で死んでいる。ここ、満州事変です。ここ日中戦争です。太平洋戦争です。昭和19年。ここは昭和20年の8月です。満州開拓団のサラシナ号の方々ですね。その死者です。200人突破しています。この時にある生徒が思いました。先生、この辺はあまり日本人死んでいないと。そうだな。ということは日本は勝っているということだな。ということは相手の国の人が死んでいるということだな。お前すげえとこ気がついたな。相手の国ってこの時どこなの？これ中国ですよ。こういうことになります。忘れない声がもう一つあります。これですね。あ、先ちょっとほら、まあ、後で見せますね。すみません。ある女生徒が、自分たちが学んできたことを塾で別の中学校の生徒に話したんです。そうですね。そしたらその生徒からこう言われたと。そんなことテストでないよ。教科書に書いてないんだから。彼女は生活ノートにこう書いてきました。私たちはテストで点を取るためにこの授業を受けてきたんじゃない。人間としてとても大事なことを学んできたんだ。すごいこと言いましたね。しかしですね、中国から来た当事者、まあ、N 子としておきましょう。彼女は厳しいこと言いました。こう言いました。先生、良い感想を書いてきたって変わんないよ。うちら分かってるんだ。中国人って言われてどれだけ辛い思いしてきたか、普通の日本人分かるわけない。いつも言われているんだ。その時だけ勉強して分かったような感想が上がれてもダメだよ。厳しいです。この声にどう答えるかが、これ以後ずっと続く私の最大のテーマになりました。で、腰を据えて、教え子の祖父母や曾祖母、一人一人の人生を聞き取り、事業化していきました。次々と事業化していきました。この方は、戦後30年、この写真をもとに、兄と、ね、自分が日本人だったことが分かった兄と対面するんですが、30年、15歳で向こうに残っても日本語は忘れ、この時には対話ができなかったそうです。それから20年後、日本に帰国しますが、お兄さんはもう亡くなっていました。ハニシラマの佐渡開拓弾跡事件というところで助けられた人です。義勇軍の幹部だった方です。義勇軍に行かれた方です。上田海溝の15歳で助けられた人です。残留孤児です。ハニシラマの一人です。徳田の佐山隆さん、佐山晋三さんの息子さんです。今、第一の、ドラマでやってますけど、そこに出てくる大沢のお姉さんのモデルになった方です。この方は、一番前列真ん中は、私のこともぜひ本に書いてくれと。わざわざ福島から90歳の方が車椅子に乗って、長野までいらっしゃいました。この方は、残留婦人宮崎さんとおっしゃいます。こんな感じですね。授業ではですね、最初に、歴史学習で、教科会みんなの一致した見解を得てですね、青い記憶を主張し、最後の一時が学年全体を集めて、同じ学年にいる生徒の祖父母の具体例を私がこのように扱うという形を取りました。学年に数人いるわけです。参観日に、保護者にも聞いてもらったりしました。これは卒業前の最後の参観日、クラスに2人生徒のおじいさんとおばあさんの人生について語りました。その後はまた総合的学習で、君は満州へ行くかということをテーマに取り組んできました。2017年の授業をこれからお見せします。これは学年全体が一堂に会して学んできました。ということは学年の先生たちも一緒に授業を受けるということなんです。私の授業を一緒に受けて別の学校行った時に授業をやってねと、こういう願いを実は案に込めて授業をやりました。まだ3年生は歴史学習そこのところ行ってないので、大雑把にまず戦争学習を1時間振り返りながら入っていきます。先ほどのデータです。篠ノ井地区で911人死んでいる。どこで、いつ、先ほどのグラフですね。これですね。さて、じゃあ先ほどのように、じゃあ日本に攻められた人たちはどうだったの。アジアの死者、社会化資料集にこのように出ています。一番上は中国2100万となっています。上海付近を攻撃する日本軍と土下座してそれを迎える中国人の写真です。731部隊です。これは従軍カメラマンがいますから全部検閲されますから、不許可になった写真ですね。これは有名な重慶爆撃、戦争で
初めて日本軍が無差別爆撃をした有名な爆撃です、準備の人たちです。そして逆に日本もやられた東京大空襲です。こんな感じです。あと君は満州に行くかと、こういう授業なんですが、皆さんに一緒に考えていただきたいと思います。あの授業では中学3年生の彼らに焦点を当てて、君たちならどう生きただろうかと問います。なぜならば義勇軍の少年たちが同い年で満州に渡っていったという事実を意識して、歴史をよそ元ではなくて我がこととして捉えてほしい、こういう願いです。80万年前に生きていたら、あなたは高等小学校2年生とすると、皆さんもご一緒に考えてください。家の職業は何？ 80% 以上は農家です。そのうち自作農が3分の1、小作が4分の1、あとが自己作です。あなたの家は何ですか？作付けは、これは昭和27年のグラフの地図なんですけど、金ヶ島平です。犀川と千曲川が映ってます。水田と茶色は全部桑畑です。今、長芋になってますね。長芋は桃ですね。つまり、8割が農家で、その8、また8割が養蚕農家です。これは我が家の飯島家の昭和10年の、祖父の法事の時の写真です。私の父は、8人兄弟の7番目の5男坊です。実は1台ずれてるんですが、長男と次男の子供たち6人ずついます。長男以外はもちろん家を出ていかなければならない。同じ頃の上階と言いますが、約20件の集合写真です。今、ここに小学生は1人もいません。で、長男以外はみんなうち出てくるんだよと。あなた方どうしますか？そこで先生から義勇軍にどうかと誘いが来るわけです。8人兄弟で男は5人とします。もしここにおいでの皆さんが当時していたら、そのうちの5分の4は先生から声がかかる対象生ということなんですね。そうすると残りの5分たちは、やったと、俺は行かなくてもいいとかって子供は言いますけど、ちょっと待ちなさい、自作能は3分の1だけですよ。ということは30人のクラスで残るのは2人だけなんです。28人が対象生ということになるんです。子供たちは周りを振り返ります。どうするの？強行で農村はこのようになります。マイクが大暴落です。そこに先生が義勇軍に志願しよう、満州行けば10兆分20兆分の土地持ちになれるぞ、国はこういう計画を立てたして送り込んでいった。これが長野県の開拓なんですね。これは義勇軍、全国からの義勇軍の行ったところ、これは点々が全部そうです。このように、向こうへ行きますよ、こんな宣伝のパンフレットが配られますよ、どうしますか、親は何て言いますか、それを授業でやります。昨年ある中学校で3年生に授業してらっしゃったところ、積極的に行くという答えが2人、仕方なく行くが10人、行かないが10人でした。貧しさの中で家族のために行くという声がかなりありました。かつてはよその国、人の土地に行くのはおかしいと答えた女性生徒も多かったですが、女性とはそういうことで行きましたね、正義に燃えて。しかし最近そういう子はほとんどいません。で、私の持っていき方の問題もあろうかと思いますが、当時の教授もそのようには関与しませんし、少年たちも満州はよその国だという認識はなかったと思います。生徒たちの考えを聞いて討論した後、先ほどお話しした体験者の証言を紹介します。ちょっと繰り返しますね。こんな感じですね。さて次ですね、満州行った人はどうだったか。戦争の終わりまで、たどる経路、時間的な経路をたどりながら授業をやってきました。まず少年たち何を見たかというところですが、とんどころ中隊の少年たちは家財を積んで家を出ていく家族を見ています。日本人に追い出された中国人がどこへ行ったのか少年たちはもちろん知りません。圧倒的に多かったのは豚根病というホームシックです。そして先輩からの壮絶な一部リンチです。関東軍との関係では、関東軍の演習に行ってすぐ動員された北村中隊の少年たちの例ですが、中国人の空里が日本人軍属から少年たちが死んじゃうと叫び声を上げるほど叩きのめされている地図、現場を見ています。日本軍と中国人の差別的関係を間近に見ています。そして敗戦によって地獄の逃避行をした人々の運命をたどります。まあ、こんな流れですね。まず日中戦争。太平洋戦争、このように占領しますが、どんどん追いやられていくと。
昭和20年2月にヤルタ秘密会談が行え、そこで米英ソがドイツ降伏3ヶ月、2、3ヶ月後のソ連対日参戦を決定します。見返りに日露戦争で日本を取った南カラフトと千島列島がソ連領になると、それが決定されます。そして戦争は続行され、知らぬ日本ばかり、東京大空襲、沖縄戦、5月8日、ドイツ降伏、3ヶ月後というと8月8日です。知らぬ日本ばかりになり、だが、満州では関東軍はキャッチして南へ撤退と。4分の3が捨てられますが、この上の赤い線を引っ張っているところは、私の教え子たちがもともといたところです。まあ、捨てられたところにいたと、こういうわけですね。男たちは根こそぎ招集されて、ハニシナモでは59人、78個のうち59人が招集、残った青年がわずか18人、そしてボツダム宣言を受け入れず、8月に入ると、まあ、こういう流れですね。そして、人々が逃げ渡った。これは先ほどの新聞の一区のグラフです。雨の宮形村のグラフです。共に8月が突出しているのは、篠の江ヶ沢シナモ、雨の宮形村はハニシナモの数が多いということです。最初に前件から言った国大シナモ村です。引き上げ、死亡、未帰還、復員となっています。復員は兵隊として取られた人です。降車号です。降車号は集団自決しています。引き上げはわずか50人も満たない、死亡、ね、未帰還、右側の2つは兵隊として取られた人、降車号は開拓団に残っていた641人のうち引き上げはわずか55人、残留11人、その中で私の教え子のおじいちゃん、ひいおばあちゃんが2人おりました。さらしなものです。青い記憶の中では先生が引率してソ連軍に立ち向かっていく場面が出ていました。最もたくさん亡くなった開拓団です。死亡率 94% です。引き上げはわずか19人です。年齢はこんな感じです。30前後の若い母親が子供を連れて逃げた。同じくハニシナモ、ここも同じです。もうちょっと若い、後から行ったので30前ぐらいの母親が子供を連れて逃げた。死亡率 86.9% です。先ほどお見せしたこの方が1人残留孤児になっています。この方は向こうに残っています。青少年義勇軍です。橋爪中隊、北村中隊、この辺はバリアに入っていって兵隊に取られた人たちもいました。富所中隊、ここはまだ若くて兵隊に取られた人はいませんでした。しかし逃げる過程の中でこうなりました。若干早い柿崎中隊もこんな感じでした。グラフにしますと、最初に行ったイラハ義勇隊開拓団、先ほど私の親戚の人の話をしましたが、この開拓団でした。圧倒的に兵隊に取られ戦死がしてますね。これは残った人はわずか22人しかいなかったわけです。こうやって帰ってきます。北進義勇隊、北村中隊です。富所中隊は兵隊に取られずに逃げていく中で、これは北進義勇隊ですね。これはシベリア抑留がほとんど、時間です。先行きます。師団の途中で中国人に助けられた人々がいたのも紹介しました。教え子たちのおじいさんやおばあさんたちです。最後の義勇隊は渡辺中隊ですね。ここは満州に渡れず、北安住の松川村に、戦後開拓に入っています。これがこの写真です。子どもたちはこの授業の後、社会科新聞を書きました。自分の家族の戦争体験をこうやって聞き取っています。長野空襲、インパール作戦、真っ白大本営、開拓団、これは満州から引き上げた、神山田ホテルの障害者学童総会、義勇軍ですね、義勇軍。この義勇軍の新聞を皆さんの資料に渡しましたので、後ほどお読みください。そして最後に、文化祭でこのように発表します。体験者の証言、帰国者、青い記憶を見てこのようにプラスで考えています。実際に義勇軍に行ったおじいちゃんの話も聞きました。体験者の孫がこのように新聞を書きました。文化祭ではこのように自分のおばあちゃんやおじいちゃんの発表をしています。SBC の三島沙耶香キャスターのインタビューも、彼女は勉強して何が良かったですか、
自分のルーツを知れたことですと答えました。これも彼は英語弁論に挑戦しました。これも資料に配ってあるので後でお読みください。こんな感じですね。僕は日本語を話します。両親は僕に日本語で話しかけます。親同士は中国語です。なぜか分かりますか。これらの人々のことをこの本に書きました。成人式です。立派に成人した彼だと会うのが楽しみで、この青年が代表で意見発表しました。それをもお配りしてあります。読んでください。もう時間がないので最後に、義勇軍体験者の方々の言葉を紹介して未来に向かっていきたいと思います。これだけ言いたいこととして関田壮さんは戦争はダメだということをはっきり思いましたと強調しました。津田光さんは戦争で一番惨めだったのは女性です。開拓団で旦那さんは兵隊に取られてしまう。残ったのは女子供と老人だけ。それであの逃避行、どのくらいの苦労をしたか、どのくらいの子供が犠牲になっているか。戦争だけは絶対にしてはならない。ああいう苦しみを二度と子供や孫に負わせたくないと語りました。掛川さんは、私の場合軍国主義の中で生きているからこう流れたんでしょうけど、これからの人は世の中というものを広く検討しながら考えていったらいいと感じます。 SBC 取材に同行した時に老人が一人いましてね、本当は自分の土地だったのにあんた方が来たからみんな明け渡して引っ込んだという話を戦後何十年も経ってから聞かされてね、本当に価格の何分の1とかでみんな関東軍が来ていつまでに引き上げろというもので一つをめっけてもらわなきゃいかれないって言ったら、そんなの自分で見つけていけと言われて、そういう話を聞きました。幹部の池田さんはこれに関連して70年も経っていまだに私の頭から動けないのは老人と若い娘の2人でした。家があったんですね。訓練所で使用されるとブツブツ何事かわからないけれど、悲しみ述べながら夕方までに家を取り壊して馬車に住んでどこに行くのかさっぱりわかりません。そして去っていきました。その姿がありありと今でも目に浮かびます。東安訓練所も実際に2階の開門した場所は狭いんです。中国人たちがやっていた場所をね、満卓公社が買収しておって、それを義勇隊に分譲したようでしたと語り、さらにこう付け加えました。若い子どもたちに、それからまた男女問わずどんな人でも世界の事情に関心を深めて、俺は知らなかったというようなことがないように、世界の事情が今どうなっているか、そういうことを分からせていただきたい。全世界の状況が今どうなっているんだろう、こういうことに心を向けるような子どもになってほしい。日本中がみんなそうならなければいけない。あまりに世界の状況を、真の動きを知らなすぎた、独り善がりありすぎた、そういうことを繰り返してはなりません。昨年のシンポジウムで90歳の宮崎博さんが、このようにお話しされました。前列左が、宮崎さんです。国策であっても私どもは今民主主義の時代に生きているので、勉強して国でやることに常に目を光らせて、分かっていることについてはいけないというふうに一人一人が発言していけるような時代にしていかなくてはいけない。時代とは言いながら戦争の犠牲になっていった人たちを思うと、私は二度と繰り返さないようにしたい。私なりに頑張って余生を送っていきたいと思っています。私たちが満州移民義勇軍の歴史から学ぶことは、教師は大人たち、そして少年自身の生き方として、これらの方々の言葉に過ぎるというふうに思っております。ご清聴ありがとうございました。